どうも鈴木です。さあ今回ですけども、バッティングのタイミングの取り方についてお話ししていきたいと思います。バッティングにおいてタイミングの取り方ってめちゃくちゃ大事ですよね。あのプロ野球選手でね、三冠王を取ってる山田哲人選手もですね、質問なんかインタビューされてて、バッティングで一番大事なのは何ですかって聞かれた時にね、タイミングですっていう風に答えているのを見たことあるんですけど、やっぱりそれぐらいですね、バッティングにおいてタイミングの取り方ってすごく重要だと思います。私自身もですね、こうタイミングの取り方っていうのを変えていったことによってバッティング良くなったっていう経験もありますので、とはいえですね、バッティングってかなり個人差があるというか、人それぞれの部分ありますから、今回はこの私なりのっていうか、私流のタイミングの取り方ということで、何か一つでも参考になればいいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そもそもですね、基本的なお話なんですけど、そのタイミングが合うっていうのはどういうことかっていうと、このミートポイントにね、自分のこのミートポイントにボールが来た時にしっかりこうバットを出せると。基本的にはそのミートポイントって、自分のおへその前あたりになると思います。このあたりですね、このあたりにボールが来た時にしっかりとバットを出せること、これがタイミングが合ってるっていう風に表現します。ミートポイントもですね、インコースはこことか、真ん中はこことか、アウトコースはこことか、でもそれも結構人それぞれだと思うんですね。自分がどこでミートするかっていうのは、それも結構人によってね、個人差あると思いますので、はっきりとここですっていう感じでは言えないんですけど、基本的にはこのおへその前でミートポイント、ミートするっていうのがね、基本になってくると思います。で、逆にタイミングが合わなかったらどうなるのかっていうと、タイミングが遅くなりすぎて詰まってしまったり、差し込まれてしまったり、あとはタイミングが合わずに空振りしてしまう、あとはもうタイミングが合わなくてもう手が出ないんでね、そういう状況になったりすることもあると思います。なのでね、バッターにとってはかなりこのタイミングの取り方っていうのが生命線になってくるかなっていうふうに思ってます。じゃあですね、そのタイミングを合わせるためにどういうことをしたらいいのかっていう、今回2つポイントをお話ししていきたいと思います。1つ目が構えの時点で常に体を動かしておくっていうこと、2つ目が早めにトップの位置を作る、これを1つずつ説明していきます。1つ目の構えの時点で体を常に動かしていくっていうことなんですけど、こう構えた時にですね、かかとがしっかりついちゃって完全に止まってる状態、こういう状態で待ってると、次自分がこうバッティングしに行く時にもう一回こう動き出さないといけないわけじゃないですか。なので止まってる状態からまた動き出すっていうワンテンポ入っちゃうから、やっぱりそれもちょっと遅くなっちゃうんですね。で、かなりね、かかともボーンってついてこうどっしりっていう感じだと、やっぱり動きづらい、自分の体をこう動かしづらいですから、まずは、普通にね、立ってるとかかともついてるように見えるかもしれないんです。かかとがね、もう全部こうドーンっていう風に構えてるように見えるかもしれないんですけど、結構ね、お子宮に力が入ってるというか、かかとは微妙に浮いてる感じで、ね、いつでもこう動き出せるように常にですね、こう構えの時点でタイミングを取ってる、こう常にこう動いてるっていう感じです。こうすることによって動いてる状態からさらに動き出すっていうのがかなりスムーズに入れると思います。で、そのタイミングの取り方っていうか、体を動かしておくのは、これもすごい個人差あると思うんですけど、手でこういう風にタイミングを取る、動かしておくっていうのも一つですし、この足でこうタイミングを、これ今は結構大きめにやってますけど、こう足でこうタイミングを取る、あとはもうなんかこう体でね、自分のなんかこういい感じに、手も動くし足も動くしみたいな感じでこうね、体全体で動かしていく、こんな感じでもう構えの時点で絶対にこうダーンってね、ガチッ止まらない、止まった状態で構えない、これ結構ポイントかなっていうふうに思ってます。2つ目にトップの位置を早く作るっていうことなんですけど、トップの位置っていうのはこの構えてステップして、こう割れとか言ったりしますけど、このもうあと打ちに行くっていうね、この状態、弓道でいうともうピーってね、弓張って、あとはもうこう離すだけ、その状態っていうのをなるべく早めにこう作っときたいんですね。そのボールが自分のとこにこう来るのと、自分がこうね、もうトップの位置で待ってる、この時間が長ければ長いほどボールってよく見えます。ボールがよく見えるんで、ストライクとかボールの判断もやりやすいですし、そのどこにね、ライズが来たとかドロップが来たとか、そういう見極めの時間も作れるようになります。ボールが来て自分のこのトップの位置に来たのがすごい、もうすぐ
投げてきてもすぐみたいな感じだとやっぱりボールを見極め長い時間こう見極めて自分のねこのミートポイントに来るのをこう待つっていうことがなかなかできないので、なるべく早めにもうこのね弓道でいうこのいつでも弓を離せるぞっていうねその状態に持っていくことが大事です。でしっかり自分のミートポイントにこうボールが来るのをこう引き込んでバットを出していくって、この感覚をしっかりつかめるようになるとあの打率も上がっていきますし、まあ、結果的にね、まあ、ヒットが打てるようになっていくと思います。じゃあね具体的にどれぐらい早くこうタイミングを取るのかっていうことなんですけど、ピッチャーがこう構えてもううちにこう来ますよね、前にうちにじゃないピッチャーが、じゃあですね具体的にどれぐらい早くあのタイミングを取り始めるのかっていうと、前にピッチャーが構えてもう投げに前に来るぞっていうタイミングでしっかりもうトップの位置作っちゃって大丈夫です。そこら辺のまあ細かいタイミングっていうのは結構自分の中でまあ見つけていくのがすごいいいと思うんですけど、もうなるべくですねあのもう動き始めたらピッチャーが動き始めたら自分ももう動き始めるっていう感じでやってみていただけると、だんだんねいいタイミングっていうのがつかめてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、というわけで今回はタイミングの取り方2つお伝えさせていただきました。1つ目が常に構えの時点から常にこう体を動かしておくこと、で2つ目がなるべく早めにトップの位置を作っておくこと、この2つねちょっと意識して今度これからのバッティングに生かしてみてください。はい、というわけで今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた明日の夜7時にお会いしましょう。バイバイ。